皆さんこんにちは、リリーです。今回はですね、久々じゃん、島村でいっぱいお買い物してきたので、こちらの購入品紹介をしていこうと思います。アクセサリーからお洋服、いろんなコラボアイテムをねゲットしてきたので、全部試着しながら進めていきます。よかったら最後までご覧ください。それでは早速スタート。まず最初はこちら、今季流行りのパワーショルのトップスです。袖のとこがオーガンジーみたいな、こういう透け感ある素材と、内側はしっかりした生地があります。見えるかな、着てみるとこんな感じです。お次はこちら、少し透け感のある、シャツと、中にはタンクトップがついてて2点セットです。2点セットで2000円いかへんで、めちゃくちゃお得。続いては美脚に見えると話題のこちら、プチプラナヤさんと島村コラボのバナナシルエットのデニムです。後ろはですね、こういう感じでウエスト部分がゴムになってるので、履いててすごい締め付け感もなく楽に履くことができます。着てみるとこんな感じです。続いてはこちら、ちょっとシワなっててごめんなさいロゴが前と後ろに入ってるトップスです。ゆったり着たいので L サイズを選びました。色違いで若草色とか、あとピンクっぽい色とかもありましたが、白色にしました。着てみるとこんな感じです。続いてはこちらです。ベルト付きのくすんだ色味のテーパードパンツです。素材はね、ちょっとテロッとした生地なので、履いててもすごく気持ちよかったです。着てみるとこんな感じ。さっきのパンツにもベルトは付いてたんですけど、このベルトも使いやすそうやなと思って買いました。これもコラボアイテムですね。値段も税込みで980円、超安かった。で、これね、穴がないベルトなんですよ。こんな感じ、ウエストベルトにも使えるし、普通に腰に巻くベルトとしても使えるし、あ、便利そうやなと思って選んでみました。これは結構カジュアルな時でも綺麗めな時でも使えそうなデザインやなと思います。さあ、ラストは大好きなアクセサリー、ピアス2点購入してきました。じゃーん、かわいい。どっちも揺れるタイプのピアスです。つけるとこんな感じです。まず一つ目はこのピンクとパープルの石っぽいデザインのピアスです。さあ、もう一つのピアスはこんな感じです。はい、ということで購入品は以上です。皆さんいかがでしたでしょうか。結構ね、サクサクと進めていってるんですけど、どうなんやろ、ゆったりと紹介していった方がいいのか、こういう感じでテンポよく紹介した方がいいのか、いつも編集しながら迷うんですけど、よかったらコメント欄でね、こんな動画見たいですとか、サクサクの方が嬉しいですとか、なんかご意見いただけたらすごい助かります。はい、ということで、いつも見ていただいている皆さんありがとうございます。そして初見の皆さん、これからどうぞよろしくです。チャンネル登録してまたよかったら見に来てください。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。